おどおどしてちゃ飲み込まれるよ、読解ではアイラ恋だと言うつもりならそんで何に、もうもう男らしくて自信ありげて爽やかに、私だってそりゃね甘えたいと思うだけど、甘い顔はできない立場の胸元の空いた服を着た私の才に気づいて、ねえ愛してよ誰にも負けず、愛して愛して愛しすぎて安心感優越感それがマシンの、抱きしめて生まれたままの裸の裸の裸の日、この愛が本物と分かればいいの、この愛が本物と分かるようにキスして、少しくらい強引でちょうどいいのよ、抱きしめて生まれたままの裸の裸の裸のピース、この愛が本物と分かればいいの、うん、この愛が本物と分かるようにキスして、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？はい、私はすごく憧れの宮崎由香さんと一緒にパフォーマンスさせていただけるっていうのがすごく嬉しくて、うん、すごく緊張して、本当に最初本当に笑顔っていうか表情がカチカチだったと思うんですけど、それぐらい緊張しました。本当、はい、すごいなんかめちゃめちゃ大人っぽいから全然緊張してるようにね、悪い緊張はしてなかった気がするし、ありがとうございます。憧れで合ってる？はい、好きでいてくれたってこと？そうなんです。嬉しい。言い方が悪いかもしれない、私が先輩に対して言うのもあるかもしれないんですけど、はいはい、すごく可愛くて、 ありがとう大好きだったんです。嬉しい。そう、知らなくって、つい最近それ判明したから、もう私はなんか舞い上がっちゃって一生懸命お家で練習してきたんですけど、何せここは私2倍なんですよ、年齢が。あかりちゃん今14歳だもんね。はい、14歳。私28歳だから、こんなに年下の子と一緒にこうやってまた歌って踊れるっていうのがもうなかなかないんじゃないかなって思ってたから、私もすごい純粋に嬉しくて、あかりちゃんもねすごいいろいろこっちかなっちかなってなんかね、最初のこのポーズとかもね一応両方覚えてきてくれたんだよね、彼氏も。すごい、本当に優秀な後輩がまたジュースジュースに加わったんだなって思うと、私もすごい嬉しいな、頼もしいなって思ってるから、今日は一緒に、ね、歌って踊れて私も楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。宮崎さんもアイスがお好きだっていうことで、私もすごくアイスが好きなんですけど、そうだよね、好きなアイスは何味ですか？好きなアイスはそうだな、王道にバニラアイスとかも好きだし、はい、あとチョコチップクッキーが好き。あ、じゃあ食べます今度。あ、今日そんな話？一緒に食べに行こうとかじゃなくて？いや、ちょっと私なんかが。行こうよ一緒に。ありがとうございます。これを機によかったら連絡先教えてください。ありがとうございます。実はまだ知らないので、この後交換してアイス食べに行けたらいいね。ありがとうございます。お辞儀が深くてマイクにめちゃめちゃ髪の毛が当たってるのが私は心配なところあるけどね、すごい真面目な子でね、これからもジュースジュースの中でね、いっぱい、今回はその私が踊ってた時の5人時代の曲だったから、すごいいっぱい似合いそうな曲いっぱいあるから
またあかりちゃんの姿でたくさん歌って踊る姿を見せてください。はい、ありがとうございます。ハロープロジェクトドリームハロドリ、毎週月曜深夜1時からテレビ東京にて放送中。